どうも、内山美恵です。朝です。昨晩から車山高原スカイパークホテルに泊まってて、今日はこれから朝風呂に入って食事をして、この車山展望リフトっていうのに乗っていこうかなと思います。で、この車山高原のスキー場のリフトに乗って圧巻の36度パノラマを見に行こうと思います。ちょっと朝食までの間時間があったので、ホテルの周りをちょっと散策しようかなと。雲海見れました。外寒っ。11月1日ですが、冷えますね。冷えるからこそ雲海が見えるんですよね。庭があったのでそっちに行ってみます。今からこの山頂に向かいます。リフトで。
あ、中間の1回目の降り場に来ました。雲海、うわすごい、
から景色が見れるなんて最高の場所ですよね。次にね、リフト動くときには今度ウィンターシーズンになっていると思うので、白銀の世界の中でこの景色見てみたらいいと思いますよ。またそれも綺麗だと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。車山高原スカイパークホテルチェックアウトからの車山高原スキー場で山頂を眺めていました。よろしければ高評価のボタンとチャンネルのご登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。